グオーオー、謎すぎる闇の新作ゲームの時間だぜ。トルコの天才二人が作り上げて一部で話題になったサムライゲーム、それがローニン2ソウルズだ。もちろんメインの対応言語はトルコ語と英語しかないけど、でも確か縄の鼓動を感じるぞ。それじゃあ早速やっていきますぞ。おーおーい、俺の名前は三浦大知、新人の声優だけど、収録の帰りになぜかトラックに轢かれて死んでしまった。けど気がついたら江戸時代っぽい世界にいる。そして手元には一冊の手帳があった。まさか俺は転生したのか。あいつに、野口健二に、俺はあいつのことを知っているぞ。あの有名な新選組の設立メンバーにもかかわらず、マイナーすぎて誰もが知らない存在。なんとなく水戸藩出身ってだけで芹沢鴨の一派に入れられて、けど新選組では年の近い長倉や沖田とつるんでいて、芹沢鴨の暗殺の日は沖田と遊んでいて死は免れたけど、まあ鴨の一派でも何もしてないので、なんとなく新選組に残留して、その3ヶ月後になんとなくつまらない理由で切腹させられたあの野口か。畜生、よりにもよって野口に転生するなんて。やばい、このままでは切腹エンドを決められてしまう。これは現代の知識を駆使して生き延びるしかない。こうして若き日の野口健二に転生した三浦は、切腹エンドを回避する方法を探しに土方歳三の島、そう、都市アイランドに降り立ったのである。こらー、フィールドのフードー、貴様また謎のプロ声優使って嘘800なざれ言決めやがって。やべえ、バレた。都市アイランドに降り立って早3ヶ月、ケンジは一回の剣客として村人たちの相談役になってた。そして今日も相談に訪れる村人、それを心よく引き受けるケンジさん。この村人は末野って名前ですね。ああ、この村でこう言ってんのアイドルだね。そんな末野家に事件が勃発した。そう、お父さんが行方不明になったのである。ここで善と悪の選択肢が出るのですね。もちろんケンジは全属性なので心よく捜索を引き受けました。そして最初のメインクエスト、私の父は行方不明が始まったのである。捜索に必要なものは手がかりだ。その足で聞き込み調査のため村に急ぐケンジ。だが何かがおかしいぞ。総人口4人の村に見慣れない奴がいるじゃないか。これは大事件の予感ですね。その男は農民の若杉って名前の老人に食料を出せって脅してきた。脅しポーズは万国共通。こんな脅しを決められたら従うしかない。こうして若杉さんが丹精育てたリンゴは全部奪われたのです。リンゴは栄養価が高いですからね。ああ、こいつはあれだ、日本史の教科書にもよく出てくる存在、そう、バンディットだ。ついにこの平和な村に奴らが押し寄せてきたのか。幕末の警察とも言われた新選組、そんな狼藉は許さない。こうしてケンジはバンディットの内田さんを退治するのでした。ついにチュートリアル戦闘が始まるのですね。てなんだこれは。決闘のカットインが出るとかすげー。てなんでこの人腰に牛乳瓶ぶら下げてんの。こらー、牛乳こそ江戸時代の貴重な栄養素だろが。そうでしたー。で今度は武士道ブレードが始まったぞ。要素が特盛りすぎてすごい。敵の攻撃はタイミングよく右クリでガードか。ガードや攻撃するとスタミナが減りますね。お互いがスタミナがなくなってヘトヘトだけど、ケンジはあの長倉陣八と同門。そう、神道無念流の免許改伝者だ。神道無念流は力の剣法、したたかに渾身の一撃を決めるんだ。おらー、ぐわー。絶望的にケンジさんが弱くてくさー。なんだよこれ、まさか一撃で死ぬなんて。妙にリアルですね。だがケンジは蘇る何度でも、そう、転生時に与えられたチート能力で、だがその代償で死ぬたびに現代の知識を忘れるぞ。完全に忘れたら死んでも蘇らないぞ。さっきの死亡フラグですでに9割の現代知識を失った。失いすぎてくさー。切腹エンドを回避するためもうこれ以上は死ねませんな。しかしあのバンディットの一撃、かなりヤバかった。これは名刀を使ってるに違いない。で、老人ってなんだよ。まさかケンジさんは老人の刀にやられるほど弱体化してたなんて。これは鍛えるしかありませんな。
だが鍛える前にやることがある。そう、内田さんの処理だ。古来より力で勝てない存在に対抗する手段がある。それが賄賂だ。ここは内田さんに10円払って帰ってもらいましょう。え、門でも用でもなく通貨は円なのですか。江戸時代の通貨の単位は円。これ常識ですぞ。イワンコフまた一つ賢くなりましたー。でも内田さんは10円では満足せず、検事の全財産の半分、25円を奪っていったのでした。所詮はいきなり敗退ですね。早く鍛えて奴に復讐したいですぞ。だが村を恐怖に陥れたバンディットは消えたぞ。これで平和的に聞き込みができる。ということで若杉さんに聞き込みを決める検事さん。ふむふむ、末野さんのお父さんは萌え神社に行っただと。それじゃあ村外れの神社まで行ってみますか。それと親切に体を鍛える方法も教えてくれましたな。ついに狩猟パートになるのですね。幕末で流行った狩猟方法、それはもちろん墓参りだ。偉大なる先祖に敬意を払って肉体を鍛えてもらうんだよ。なんというスピリチュアルな狩猟なんだ。だが村を出た時に異世界人の影が見えた。これはどっからどう見ても村ですね。この世界には自分以外にも異世界人がいるみたいだぞ。謎は深まるばかりですね。おっと、第一墓場に到着しましたな。これにアクセスすればパワーアップするはずだ。おう、墓参りしたらハートを手に入れたぞ。なんだよこれ、ゼルダじゃんかよー。ゼルダも日本史には欠かせない存在。ここまでの歴史背景はガチで完璧ですな。若杉さんが言うには萌え神社はバンディットが占拠してるらしい。そのまま行ったらまた殺されるので、まずは墓参りして己を鍛えるところからスタートだね。なんか異常が綺麗なエリアに到着しましたね。だがそうは問屋が下ろさなかった。墓には最強の武芸者集団、そう、墓守が行く手を遮りますぞ。簡単に墓参りできると思ったら大間違いだ。てなんでこの墓守さん方は絡めてるの。ああ、選択肢によっては攻略できるみたいだね。まさかのドキドキ文芸部要素もあったなんてー。だがこれは幕末のドキドキ文芸部、恋は刀で語り合いましょう。なんかモニカ的な奴が墓から覗いて気になりますね。対する相手は実次さん。すごい名字だな。おい、もう内田さんの何倍も強い侍ですぞ。だが賢治は現代の知識をなんとか思い出し、下段の構えから奥義を繰り出したのである。そう、それが砂煙を相手にぶち当てて、ひるんだ相手に一線を決める究極奥義、その名も砂かける竜のひらめきである。おらー、普通に土卑怯でくさー。まさに現代剣術はクズ優先。砂で目つぶしされて実次さんは何もできず死んだのです。だがまだ戦いは終わってない。モニカ的な実事の手下が襲ってきますぞ。いや普通は手下から戦いますよね。それは海外の常識だ。日本ではボスからお手本を見せるのですぞ。ここまで調査してるとかトルコの人すげー。こうして一撃もらったけど、砂かける竜のひらめきー。ほらー。そして賢治は墓守を全部殺害して、この決闘に勝利したのです。もうイワンコフはこのゲームのジャンルがわからなくなりましたよ。いや自分もよくわからなかったですな。敵を倒せばもちろんルートできますぞ。いきなりレジェンドの刀と鎧一式を手に入れた。けどインベントリのスロットが少なすぎますね。これは羽を集めてバック職人に渡せばスロットは増えますな。どうやらこのゲーム、体力以外は装備品で増やすみたい。鎧を着たらアーマー値が増える感じでした。やっと武士らしくなりましたね。よし、それじゃあ墓をアンロックしますぞ。墓をアンロックすると赤い魂をゲットできます。すげえバチ当たりだな、ケンジは。さらにファストトラベルポイントもアンロックできますぞ。ファストトラベルは墓から墓に移動する感じでした。どこまでも墓が重要すぎる。というかすっかり暗くなったね。そして牛乳瓶の使い方が判明。これルキーで明かりを灯せますぞ。わーい、これで夜道も安心だー。まあもう夜なので、明日あたりに魂を献上して強化しに行きますか。ほんとどこまでも謎な世界観ですね。こらー。魂はこの紫の死神に献上します。死神の名前はノジチョスっていうみたい。なんという発音がしにくい死神なんだ。魂と引き換えにハートかスタミナ、どちらかを選べますな。ということで今度はスタミナを選択しました。心なしか賢治さんの乙女度上がってませんかね。さすがは幕末のドキドキ文芸部だぜ。それじゃあ萌え神社に攻めに行きましょう。というかエリアごとに景色が違って綺麗ですね。まあこれがこのゲームの最大の特徴だからね。お散歩するだけでも楽しそうですー。よし、これが魔の萌え神社か。すごく神社とは思えない。だがここも奴らが占拠してるぞ。なんという罰当たりな奴だ。相手は対話を望んできたけど問答無用だ。我が虎徹の贋作の錆にしてやりますぞ。
こうしてまた始まる決闘。ほんとこいつらは戦ってばかりですね。永遠なる戦いが幕末だ。だがここで賢治はまた現代の知識を駆使しだした。そう、画面端ではめるんだ。まさかの格ゲーの知識。さあ賢治が画面端で捕まえて相手の小足を見切って賢治が決めた。なんだよその実況。現世で格ゲーの実況見てて助かったぜ。こうして寺を占拠した不審者は賢治の上段から竹割りで真っ二つになったのです。これでお父さんを救出できますね。だがお父さんはしれっと脱走していた。よくこんな密室で脱走決められたな。おい畜生。手がかりを探すんだ。おっと、タンスの中にいろんな巻物がありますな。ここに手がかりがあるかもしれない。これどうやって読むのですかね。ああ、巻物はキューキーでジャーナル開いて読むことができますぞ。巻物には宝の地図があったり様々なものがありますな。だが今は親父の場所を探すんだ。ってなんだよこれ。わーい猫だー。畜生、このゲームは制作者の好きを詰め込みすぎですぞ。結局巻物では有力な情報はなかったので、泣きながら周囲を探索する賢治、そこでやべえやつを発見した。なんだよ紙袋かぶってるじゃんかよ。まさかのギルティギア要素まであったなんて。なんという節操のないゲームなんだ。でも意気投合して紙袋を譲ってもらいましたぞ。ファウストのコスプレができる侍ゲームはこれだけだ。マジですごいゲームですね。そして切腹エンドを回避するアイテムはまさにこれだ。そう、紙袋をかぶったまま新選組に入れば良いんだよ。なるほどー。やばくなったら紙袋を取って逃げればバレないな。さすが賢治さんは狡猾ですね。そして紙袋の男はさらに切腹エンドを回避する方法を教えてくれた。そう、オプションでカラーモードを変更するんだ。するとどうなるのですか。すると世界がボーダーランズになるぞ。なんだよそれー。ふむ、これも切腹エンドを回避する一つの手段だな。ボーダーランズなら死んでもギャグで済まされますからね。どんどん生存へのピースが揃っていきますぞ。ふーさーん、カラーモードで黒沢映画風にもできますよこれ。おっと黒沢映画風はやめておこう。これは死んだらガチで死ぬやつだ。ですよねー。さらにゼルダ風のワールドにも変更できやがった。無駄に凝りすぎだろ。もっと凝るところあるじゃんかよー。こらー、そんなゼルダ風の世界でまた異世界人を発見したぞ。こいつはおっさん女体化転生を狙ってわざとトラックに惹かれたやつだ。でも名前だけ霞飛び少女風にされて体はそのままらしい。なんという生き地獄で救いがないんだ。もうこの世界でバック職人してるのでインベントリのスロットを増やしておこう。ふむふむ、だいぶ装備も揃ってきましたな。でもまだ最初のクエスト終わってないですよね。いや最初のクエストを終わらせたらそれで7割ほどシナリオは終わりますぞ。やっぱり力を入れるとこ間違えてるじゃんかよー。結局親父さんの行方はわからず、適当にワールドを放浪したら見つけた。畜生、お前どこに行ってたんだよ。どうやら放浪しすぎて迷子になってたみたいでした。無駄にリアルなシナリオですねこれ。ということで親父を連行する賢治さん、今度は絶対逃げるなよな。そしてお礼に親父さんからこの島に伝わる伝説の剣の場所を教わるのでした。おそらくこの辺に剣はあるらしい。これが生存への最後のピースだね。おう、見つけましたね。なんというまがまがしいオーラを放った剣なんだ。ってこれマスターソードじゃんかよー。マスターソードがあれば芹沢かもより強くなれるぞ。近藤一派にも負けないぞ。ここは切腹エンドを避けるべくぜひとも抜きたい。緊張の一瞬ですね。ってなんだよこれ。まさにブレワイのあのシーンだー。作者さんゼルダのこと好きすぎだろ。だが抜くぞ。おらー。ってダメでしたー。畜生、まだ賢治にはマスターソードは早かった。やはりあの場所に行くしかないのか。この都市アイランドには秘宝がある。それはあの小島に隠されているんだ。あの秘宝の力を使えばマスターソードが抜けるかもしれない。そう思えばニーホップを駆使して小島に行く賢治。だがそこには最強の島の門番、ゲンノが待ち構えていた。畜生、現代の知識を駆使してもこいつにはかなわない。ここは退散するしかありませんね。諦めるのにはまだ早い。賢治はまだあの剣術を覚えていないぞ。そう、新選組が愛用した平月剣術、ガトツだ。こうして賢治はガトツを覚えるため、鬼が住むと言われる小島、そう、山ガトウアイランドに降り立ったのである。なんという南国情緒あふれる島なんだー。
ねえ風さん、イワンコフこのゲームのこと知りたかったりそうでもなかったりします。畜生、何を言うんだ。イワンコフはトルコの天才二人が5年の歳月を費やして作ったゲーム。イワンコフが知りたくなくても勝手に説明しますぞ。畜生。このゲームの名前はローニン2ソウルズ。今年の5月に正式リリースになったオープンワールドなサムライ RPG だ。内容はサムライ世界の都市アイランドを舞台に、サムライになるため悪戦苦闘を繰り返す賢治の話で、決して新選組とか野口とか異世界とか、そんなふざけたことは一切ないのでご安心していただきたい。さすがネタバレを防ぐ巧妙なテクニックですね。制作会社はトルコにあるインディースタジオ、M11 スタジオ、まあ会社というか個人制作なスタジオで、このゲームは高校生の時から2名で趣味で作り始めたらしいね。それでこのクオリティとかマジですごいですね。現在、制作者は22歳になったとのことでした。多分、このゲームの戦闘シーンを見た時にがっかりした人もいたと思うけど、現在戦闘シーンは大幅に改善してるとのこと。自分が支援してるパトリオンの投稿を見たら、新しい戦闘シーンはゴースト・オブ・ツシマみたいでした。そして現在は続編を制作していて、チャプター2ではイエナリ半島という巨大なマップになるらしいですぞ。マジかよー。だが残念なことにこのスタジオは今は休止中になった。倒産したのですか。いや違う。徴兵されて現在制作者は兵役中なんだ。思ったよりも重たい理由だった。トルコは男はみんな兵役する制度があるっぽいね。だから来年まで開発はできないと書いてあったよ。そんなローニン2ソウルズ、価格は1500円とかなり安い。マジで才能ある人が作ってるので今後の作品も楽しみだ。そんなわけで自分は彼らの兵役が終わるまではパトレオンで支援するでしょう。動画説明欄に詳細を記載しますので、気になる人はチェックしましょう。ありがとうございましたー。さあ度重なる修行を終えて、ついに最大奥義のガトツを習得したぞ。覚悟しろ元の、今日がお前の命日だ。こうして賢治はこの島の最大戦力、元の一派に殴り込みをかけたのです。ついにラストバトルですね。だがラストバトルのカットインは、意地悪カメラのせいで台無しだった。最後の最後は頑張れよー。そしてついに一騎打ちが始まる。ケンジは薩摩寺源流の構えから、チェストを、そう、チェストが突を編み出したのである。新選組が最も恐れた薩摩の力、チェストを、その力を得たケンジに敵はなし、あっという間に元能を葬ったのです。サーブ下にもチェストを、なんで薩摩の人はあの時代にチェスト的な英語の掛け声決めたのですかね。その答えはこの動画だ。そう、次元流は異世界人が設立した説が濃厚なんだ。なるほどー。そしてケンジは思いついた。あれ、薩摩に寝返れば生存エンド決めれるんじゃね。こうして薩摩藩に新たなる剣閣、そう、人斬り野口が誕生したのである。貴様さっきからずっと適当ほざきやがってほんとすまないでごわすごわす。だがまだ足りないものがある。それがマスターソードだ。さあ開かずの門をこじ開けましたぞ。マジでこのゲームのアートワークはすごいですね。アートワークはAAA並みですな。元の一派が必死になって守っていたもの、それは手の形をした謎のモニュメントだった。それに触れた時、ケンジは意識を失った。気がつけば見知らぬ世界、だがここは覚えているぞ。生前の三浦が死んだ時に通ったゲートだ。おっと、現世復帰エンドも見えてきましたね。だが謎の亡霊が急にケンジに襲いかかる。なんという超展開を決めるんだこのゲームは。そしてケンジはマスターソードを引き抜けるか、それとも霞の亡霊に乗っ取られるか、謎が謎を呼ぶ怒涛の展開。それがローニン2ソウルズ。さあケンジの戦いはこれからだー。これからだー。それでは皆さん、またねー。